この道を行くと遊園地に着くはずだ。その先に被災者が集まっている病院がある。そっちはビルが崩れて通れなくなっている。行き止まりだな。私の家、こっちだと思うんですけど。そっちはまだ見ていない。どんな状態なのかわからんな。でも、犬のこととか心配だし。俺はどっちでも構わんよ。ここで別行動ってのも手だな。私は、やっぱり心配だし、一度、うちに帰ります。お前はどうする？遊園地の方へ行くのか。え？そうか。じゃあ、お前に頼みたいことがある。遊園地の入り口近くのコインロッカーに書類が入っている。それを堀田って医者に渡してほしい。この地震に関する大切な資料だ。忘れるなよ。相沢のことは心配するな。片手間に見といてやるよ。ほら、これが鍵だ。それと、さつき公園はここから北東の方向にある。そこならしばらくは救助活動をしているはずだ。公園のそばに高い塔がある。生きてたらそこで落ち合うとしよう。それじゃあな、頼んだぞ。じゃあ、元気で。
Ah!